エンターテインメントより2010年11月20日に発売された XBOX360 用の音楽ゲーム。通称、ダンエボ、ボ。B マニシリーズとして、セロのレーティングにより初めて対象年齢の設定がなされた作品でもあるに区分。コナミデジタルエンターテインメントの公式サイトでは、ダンシーボリューションと空白なしの表記が採用されている。 ダンスダンスレボリューションの開発スタッフを中心に開発されたキネクト専用のダンスアクションゲームである。プロデューサーはかつてダンスダンスレボリューションのサウンドプロデューサーを務めた直樹ミュージックディレクターは同社 B マニシリーズで活躍中の D クルー。ダンスエボリューションは日本と欧州で展開されるタイトル名であり、北米ではダンスマスターズというタイトルで展開される。 2010年9月19日東京ゲームシ賞2010で発表された日本ゲーム大賞2010にてフューチャー部門を受賞した。また本作のアーケード版であるダンスエボリューションアーケードが2012年3月27日より稼働している。画面中のキャラクターの動きに合わせてダンスを踊る。振り付けの要所要所にマーカーがあり判定は パーフェクト、グレート、グッド、ブーの4種類。指示通りの動作ができると、スコアが加算され、ダンスゲージが上昇する。逆にブー判定を出すと、ダンスゲージが減少し、曲の途中で、ダンスゲージが0になると、ゲームオーバー。曲終了時にダンスゲージが少しでも残っていれば、ステージクリアとなる。一度も、ブー判定を出さずにコンボを続けた場合、フルコンボとなる。 なお画面中のキャラの踊りは共像になっているので、プレイヤーは振付の左右を気にする必要はない。またマーカーのない場所では、キャラクターと同じ動きをしなくてもスコアにはほぼ影響しない。他の音楽ゲーム同様、各曲には複数の難易度が用意されており、振付そのものは変わらないが、難易度が上がるにつれて、マーカーの数が増加する。 ただし難易度ステルスはマーカーが見えず、振付の見本だけでプレイする。なお、メニュー画面の選択から、決定、キャンセルまで、すべて手を前にかざすことで操作する。以下のキャラクターは、XBOX360 版を呼び、XBOX360 版から、アーケード版へ移植された曲で登場。なお、アーケード版新規収録楽曲では、おぼろ。 ウォッチアウト PT にスイートレイン桜サ,サンライズなどの楽曲に登場。どちらも外国人である。こちらはアーケード版で新規収録された曲や、半響曲で登場。どれも日本人である。DDR シリーズのコナミオリジナル曲を中心に、パラパラパラダイスで起用された、スーパーユーロビートの楽曲も収録。他、 全30曲収録2010年12月22日、配信2011年1月18日配信2011年2月1日配信プロデューサーの、直樹と、コナミアイズメンバーである、大竹舞をメインパーソナリティに据えた、ダンスエボリューション公式プロモーション番組。コナミ 573CH にて放送。2011年1月5日。 以降、毎週水曜日に、ユーストリームで配信していた。1月5日、12日は企画の説明、準備会として、第0回前半、第0回後半として放送され、19日を第1回としてスタートした。ユーストリームでの生放送のほか、ユーストリームのアーカイブ、YouTube へのアップロードも行われていた。 知人を6人たどれば、世界中の誰とでも繋がることができるという、6時の隔たりに基づいた企画で、ゴールとして、AKB48 が設定されたが、東日本大震災の影響により途中で打ち切られた。ダンスエボリューションアーケード本作のアーケード版。専用の大型筐体を使用する。日本では2012年3月27日より、稼働しており、 2013年には台湾や香港、マレーシアでも稼働開始した。また、韓国でもロケテストが実施されたが、正式稼働はしていない。当初の発売元は、コナミデジタルエンタテインメントであったが、コナミグループ再編に伴い、2016年11月1日付で、コナミアミューズメントへ発売元が移管された。制作スタッフは、家庭用とは異なり、 プロデューサーは、大田義彦。サブプロデューサーは、中村勝る。サウンドディレクターはタグである。2016年8月9日より、オフライン稼働対応キット導入筐体へのアップデートが行われ、対応筐体は、オフラインでも稼働が可能となった。2016年9月1日より前述のキットを、適用していない筐体のサービスが終了したが、その後も、 対応筐体であれば、オンラインオフラインともに稼働は可能。取り消し線表記は削除された曲。ダンサーが、サイオンジアカリ、ヒカリの楽曲コナミオリジナル曲ダンサーが、ヨナミネ・マサト、小日向翔の楽曲コナミオリジナル曲ダンサーが、デイジー・デイブの楽曲新規収録楽曲のみ掲載。他、全50曲以上収録。なお、楽曲は不定期に追加配信されている。 ありがとうございます。